こんにちは。なんか並んでます。始まりました、小林幸子は YouTuber は。いやはや幸子さん、はい、今日はご覧の通りでございます。ねえ、ご覧の通りですよ。おせんべいですよ、これ。はい、ね、幸子さん、ちなみにおせんべい食べたことありますか？あれけどね、私だっておせんべい食べるでしょ、普通。食べたことない人っていないよね。っていうものを食べたことないのが幸子さんなので。あちゃ。でもおせんべいはね、あるよ。これもある。かな。今回ですね、いわゆるもうせんべいといえばっていうものの定番を用意したんですけども、全部定番なんだ。はい。へー、ちょっと一個だけ違うのがあるんですが、左からもう誰もが知るもう国民的おせんべい。だって私子供の頃から知ってるよ、このコマーシャルソング。天野屋の歌舞伎揚げまた食べたくなっちゃったって、こういうのあるよ。ごめんなさい、ちょっとそれを分からないです。すいません。歌舞伎揚げって CM あったんですか？ラジオであったよ。あ、ラジオ、ラジオだけどテレビもあったような気がする。僕らは生まれてない。もういい、その話。そして次に、これもまあおそらくもう国民的おせんべい、ソフトサラダ。そしてその隣、ハッピーターン。そちら通常のハッピーターンと違ってパウダー 250% 増量です。パウダーって何？お塩じゃなくて。召し上がったことないですか？ハッピーターン、ハッピーターン、タララ。タマホームです。タマホームです。そしてその隣、こちらももう定番ですね、バカウケ。あ、これバカウケってやつ。はい。そしてファミリーパックで一袋の中にいろんな味が入っているんですけど。本当だ。そしてその隣、こちらも結構わりかし定番かなと、チーズおかき。あー、これね。で、最後、それはちょっとですね、僕の一番のおすすめせんべいに入れさせてもらいました。かみちゃんおすすめせんべい、はい、こだわり。技のこだわり。で、中山秀幸さんが大好きなおせんべいで。あ、そうなんだ。ものすごく味濃くて美味しいんですよ。で、今日はですね、そんな定番なおせんべいを用意して、はい、小林幸子的ナンバーワン国民的おせんべいを決めたいと思います。じゃあ早速幸子さん、召し上がっていただきましょうか。お、今交換カッカッカッって入ってます。じゃあみんなで食べよう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 。いただきます。いただきます。ハノちゃん、噛むんだよ。噛みますか？これは飲めないな。でもいいけど噛むんだよ。これは飲めないな。いただきます。さつこさんが召し上がったら井上さんも食べてるよ。井上さん、井上さんがもう食べちゃってるよ。井上さん、お腹空いてたよ。ちょっと番組の流れ考えてください。いただきまーす。いただきまーす。うん。あー、美味しい。うん。なんか変わってない。美味しい。いや、これやっぱり甘じょっぱさがいいですね。さつこさんより先に食べた井上さんどうですか？まあ、こちらはね、食べ慣れた味ということで、うん、初めてっていう衝撃はないと思うんですが、召し上がっていただいた歌舞伎揚げ。歌舞伎揚げ。さあ、続いて、はい、ソフトサラダ。これも美味しいですよ、さつこさん。うん。ソフトサラダ。はい。こちらも国民的おせんべいと言っても過言ではない、ソフトサラダでございます。ソフトサラダ、いってみまーす。美味しいよ。歌舞伎揚げほどの感動はなさそうですわ。歌舞伎揚げ、なんかインパクトが強くて、次に食べるのがなんかよくわかんなくなっちゃった今。いやいや、めちゃくちゃうまいっすよ、ソフトサラダ。うまいっすよね。美味しいけど、負けちゃってるか。負けちゃってるね。順番に負けたね、今ね。はい、ソフトサラダ優勝候補から外れました。いや、美味しいんだけど、美味しいの。では続いて、はい、最近では海外進出も果たしたハッピーターン。あ、そう。ハッピーターン。いや、タマホーム。ごめん。はい、皆さん。あ、そう。こうなってるんだ。あ、めちゃくちゃパウダーが。ちょっと。美味しい。おー、パウダーが美味しい。いただきまーす。うん、おいしい。うん、おいしい。うまい、濃い。
これはもう止まんなくなっちゃう。お嬢が文庫を開きながらうまいって。いかがですか、さっきハッピーターン。ハッピーターン美味しい。ハッピーターン食べたことなかったのが珍しい気もしますけど。そうなんだ。さあ続いてバカウケ。よし。これバカウケのバカはもしかして新潟弁のバカですかね。そうだ。そちらのバカウケ、いろんな味が入っておりまして、うん、青のり、なん、チーズ、うん、コーンポタージュ、まあ、コーンポタージュ味、ほんとだ。これいろんな種類があるから、みんなどれがいい？わー、わーい。私ちょっとコーンポタージュ行ってみる。お、行ってみましょう。うん、あ、一緒ね。でもあのせんべいでコーンポタージュ食べたことないですよね、きっと。はい。結構斬新な味ですよ。いただきます。いただきます。コーンポタージュ、うん、ポタージュ、あ、いい。結構バカウケも味濃くて美味しいんですよね。バカウケいいね、いろんな。バカウケいいっすね。いいね、種類があって。タケちゃん何食べたの？青のり。青のり。味が、のりの味が若干薄い。ハッピーターンに負けました。ハッピーターンにちょっと負けました。クレームくれるんですか？ごまだけ、ごまだけ1枚です。あらごまだけ1枚、あ、クレームです。お嬢のクレームです。私1枚なんだけど、ごまは1枚なんですね。ごま揚げだから、ごまかすなんて。あ、の、ようやくようやくさあ、なんかコーンポタージュ。うん、コーンポタージュ、おいしい。これ本物で食べてみて。いいですか？全然。カニは何でも美味しいって言いますよ。おいしい。この後は飲んで。負けちゃうの？あの、絶対美味しいって言いますよ。美味しい。美味しいでしょ、青のり。コンポで食べてみる。コンポで。そう、サッコさん、人におすすめしたくなるぐらいに気に入ってらっしゃる。そう。僕が初のコンポだ。ポタージュ。書いてんじゃん、コーンポタージュって。ポタージュすごいですよ。ヨイさんの感想が負けましたね。あ、ごめんなさい。全然だ。僕が手で取り直して。これ美味しいな。美味しいよね。シーザーサラダにかけたい。バカなんで、そっか。クルトンの代わりね。クルトンとかいいね。絶対美味しい。でもさ、おせんべいなのにいろんな話展開行くの楽しいね。みんなでみんなで喋ってます。せんべいでも私たち30分喋って。そんな喋れるんだ。さあ続いて、はい、チーズおかき。これね。これさこさん、今までの4種類とは全く異なるものでございます。これね、ぜひ一口で召し上がっていただきたいです。そうだね。ちょっとあの、さつこさんね、お口ちっちゃいで大変かもしれないんですよ。これ、3つぐらいに分けないと無理かな。お嬢も嘘つけて。いただきます、食べるよ、みんな行くよ。聞いてなさいよ。井上さん聞いてますか？井上さん、ずっとクレームいただきます。食べたらうんうん、これワイン欲しいんじゃないですか？あ、いや、日本酒でいいね、これね。あ、おー、日本酒でもいいね。いいね。うん、チーズが濃厚で美味しい。これうめえ。でもコーンポタージュだな、私。さあ、最後これ中山秀幸超おすすめ、ひれちゃん。すごいよ、すごいよ、割れちゃってすごいよ。これ、タケちゃんの一押し。はい、これいただきまーす。匂い嗅いでください。あー、ものすごいお醤油の味する。あんな香りする。これ美味しい。これはもうザ・せんべいですね。これでご飯食べちゃうみたいな。これは食べれる。今召し上がっていただいたのがこだわり、はい、以上 で全6種類。今日は、幸子さんの独断と偏見で国民的おせんべいナンバーワンを決めますが、一つしかダメ？一つでもいい？一つでもいい。もう決まりましたでしょうか？決まるな。だってこれはだって定番だこれね。でもこれと違うじゃん、感じがね。さつこさん、早く決めませんか？もう随分時間経ってるんですけど。あ、もう一回全部食べてから。あ、ダメ。ありました、いきます。どうしたの？じゃーん。
1位ハッピーターン。もうね、これとも一緒、もうこれと一緒だったな。あ、こだわりもそこまで。これ美味しかった。ただね、これのね、そのパウダーにちょっと負けた、やられちゃった。これは美味しいわ。部長なんか結構せんべいうるさそうなんですけど。山いないの？ちょっとお願い。部長、ちなみに普段おせんべいは食べるよね。でもだってせんべい焼いてましたからね。嘘ばっかり。懐かしいですね、歌舞伎揚げ。部長、ハッピーターンは、あ、大丈夫です。 250% 増で食べたから知ってる。こっちこれがすごいの。私も初めて食べた。ちょっと、ソウコさんが選んだ国民的せんべいナンバーワンです。食べますね。やめなさいってば。おー、おいぴー、おいぴー、おいぴーターン。違う違う違う、ハッピーターン。これ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 ね、これは初めて見ました。でやんなくていいって。普通に食べていい。どうやかどうし。どうした。甘じょっぱくて美味しい。甘じょっぱいよ。ごま風味が、うん、え、なんとも鼻からごまが抜ける感じが。もうこれごま入ってないよ。ごまのような匂いがするぐらい、うん、ごまの風味はないよ。どこ行っちゃったの？違う、聞きたいですよ。ということで、佐藤さん、はい、全6種類召し上がっていただいて、小林幸子的国民的ナンバーワンせんべいはハッピーターン 250% パウダー。このパウダーには本当にもう負けました。最高に美味しいです。私は初めて食べたのですっごい最高です。でもね、みんな美味しいよ。ソフトサラダも美味しいよ。うん、これバカウケいいね。いっぱい入ってるからね。コーンポタージュってしてた？この中に入ってます。あ、コーンポタージュのおせんべい美味しいですね。本当かしら。美味しいね。こんなのがあるよってのが、分かったら教えてください。食べてみます。ボコンもでかもしれないですかね。そんなわけでした。じゃあね、またね。あ、登録お願いします。登録お願いします。はい、OK です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さしこさん、そういえばこれなんかさっき置いてあるの見かけたんですけど、そうなの。これあれですよね、カテリーナさんってこの間、そうなの、この間ほら、ここでも出てくれたじゃないですか。で、ウクライナのね、出身で、なかなかこうね、思うように、収束しない戦争の中でね、カテリーナちゃんがね、絵本出したんですよ。本当に自分のふるさとのことを思ってウクライナに帰りたいっていう、ある意味支援の一環になってると思うんで、もしよかったらなんかこうみんな読んでください、よかったらっていうことなんですけどね。え、どうなるんですかね。本当に心配です。早く平和になってもらいたいですよね、世の中ね。